バーダーミのチャールキアーサとは、6世紀中頃から8世紀中頃に、インドのデカン地方、南インドを支配したヒンドゥー王朝。この王朝は、後に成立した同盟の王朝と区別するため、西チャールキアーサ、前期チャールキアーサとも呼ばれている。543年頃に、キールティバルマン一世が、南インドのカダンバ朝の支配から独立し、カルナータカの北部、 バーダーミに自立したことに始まる。プラケーシン2世時代のチャールキアーサのハンと、現状キールティバルマン1世の二人の息子、プラケーシン1世とマンガレーシャは、近隣の勢力との争いに打ち勝って、領域を拡大した。609年、プラケーシン1世の子、プラケーシン2世は、おじのマンガレーシャを殺して即位した。プラケシン2世は、国内の内乱を鎮圧し、 祖父の時代まで九州であったカダンバ朝を滅ぼし、北方は、グジャラートやマールワー地方にまで勢力を伸ばし、当時北インドの覇者であったバルダナーサの英首、ハルシャバルダナをナルマダ赤藩で打ち破って、その南進を阻止した。次に、南方の強国、パンラバ朝のマヘンドラバルマン一世と争って、これに打ち勝ち、その北方の地を併合し、一時はその首都、 カーンチープラムにも迫った。さらに、東方に勢力を伸ばし、アンドラ地方を征服して、弟のビシュヌバルダナに、ベエンギー周辺の東部アンドラ地方を治めさせた。プラケーシン2世は、対外関係を重視して、サーサーアン・アサペルシャのホスロー2世との間に、施設や贈り物の交換をするなど、外交も行ったらしいが、これは北インドの勢力に対抗する意味もあったと思われる。 六百四十一年、プラケーシン二世の地位に、この地を訪れた、唐の草原城は、その著書である、大東西危機に、土地は肥沃で、農業が発展し、家臣は勇敢で、主君に忠誠を尽くした。戦闘の折には、配下の兵士や像を率いる将軍が決戦の前に、縁を催し、兵士に酒を飲ませて、勇をこぶした。当時の習慣でもあったアヘンも吸った兵士たちは、 勇敢な像に乗って突進した。敵に遅れをとって敗れるようなことがあると王は全軍の前で主官に女性の服を着せる罰を与えた。と記録しているという。当時は百戦連磨を辞任する兵士たちにとって女性の衣服を着せられることは死刑以上の不名誉、屈辱と考えられていた。プラケ新二世の支配はほぼ全デカに及んだが四十二年。 復讐戦に燃えるパンラバ朝のマヘンドラバルマン一世の息子、ナラシンハバルマン一世と戦って、プラケーシン二世は廃止し、バーダーミを落とされた。バーダーミのヒンドゥー寺院に刻まれた踊る、芝神の浮き彫りしかし、プラケーシン二世の息子、ビクラマーディティア一世は、655年にパンラバ朝の勢力を追い払って、バーダーミを奪い返し、一時は滅亡の危機に瀕した。 王朝を再興した。また、ビクラマーディティア一世は、パンラバ朝の領土に攻め入り、673年には、その首都カーンチープラムを包囲した。第七代のビジャヤーディティアの知性は、最も安定して繁栄した時代とされた。8世紀、その息子ビクラマーディティア二世の知性には、ウマイヤ朝の勢力が深度に進出して南下しようと、したがそれを防ぎ、 パンラバ朝の首都カーンチープラムを3度も占領した。パッタダガルのビルーパーク社寺院ビクラマーディティア2世は、パンラバ朝の建築文化の水準の高いことに、官名を受け、建築家軍団を招聘し、南部の石膏や交渉たちを多く借り集めて、パッタダガルに多くのヒンドゥー寺院を建設した。そのため、パッタダガルの寺院軍は、 パンラバ朝のカーンチプラムの寺院軍の影響を強く受けている。これらの寺院には柱や天井、壁画に石膏や彫刻家たちによってマハヤバーラタやラーマーヤナなどに題材を取った様々な場面が彫刻された。中でも優れているのはビクラマーディティア2世のヒローカマハアデイビーが福のパンラバ朝に対する戦勝を記念して軍団に設計を命じて立てさせた。 芝神を祀った雄大なビルーパーク社寺院で、エローラーのカイラーサ寺院にも影響を与えていることで知られる。これらの素晴らしいパッタガルの寺院群は、1987年に世界遺産に登録されている。しかし、ビクラマーディティア2世の死後、後を継いだ息子キール・ティバルマン2世が、753年に有力な風神の一人であったダンティドゥルガニオイを追われ、 前期チャールキアーサは滅亡した。以降、チャールキア家は、ラーシュトラクーターサの風神の地位に落とされ、その地位を脱したのは2世紀後、973年に、平イラニからがラーシュトラクーターサを滅ぼし、チャールキアーサを再興した時だった。ありがとうございます。